皆さんこんにちは。新聞連載こぼれ話のお時間です。この動画では産経新聞で連載中の日本の同等で扱った人物について記事に入りきらなかった小話をお話します。今回のテーマは新井白石です。この人物は江戸時代中期に生きた政治家であり朱子学者です。第6代将軍徳川家宣の側近として正徳の治を推進した人物として知られています。産経新聞の連載では国家のグランドデザインを描いた上で一つ一つの政策を合理的に決めていった事務の鬼とも言うべき緻密さと、皇室を政治から遠ざける一方、時代の先を読んで皇室が永遠に続くように皇位継承の環境を整備した面にフォーカスしてまとめました。記事本文は概要欄のリンクからご覧ください。それでは参りましょう。前回新井白石が正徳の治を終えた後に罷免されてですね、そのまま屋敷を追い出されたという話をしましたが、その屋敷を出た瞬間にですね、まあ失火によって火事が起こって、それが累傷してしまったという事件がありました。その時に火事見舞いに隣のですね、老中久世重之の屋敷に白石が行ったところ、この久世はですね、他の反白石派たちが大変白石に対して風当たりが強く、とてもではないけれども白石とその時仲良くしようとかっていうような人が少なかった中で、すぐにですね、彼に対して怪我はないかと言って、いや大丈夫ですと言うと、家財道具その他に損傷はないかと言う。で、それも大丈夫です。本は大丈夫だったが大丈夫ですと言うと、ああよかったと、天下の宝をみすみす失うところであったと言って笑って、自分のところの久世家の家事については少子と言ったという、非常に胸のすくエピソードがあるんですね。久世という人の度量の大きさが分かると同時に、白石の書物というものが天下の宝と言われるほどの価値を持っていたことが分かります。白石はこのようにですね、非常に多くの書物を書きました。特にそれらの書物を最終的に完成させていったのは隠居後ということですから、まあ人間の人生というのは不遇であったとしても、実はそれがですね、後に役立つということが往々にしてあるわけです。で、その白石の著作群というのは後世ですね、フランスのボルテールに指定されるぐらい非常にたくさんの分野にわたっていまして、いわゆる百科全書的だとすら言われるわけですが、そのジャンルだけ見てもですね、詩文、歴史、言語、音韻、地理、洋楽、軍事から有足古実に至るまで信じられない、ジャンルにわたっているわけです。で、しかも詩文に関しては琉球経由で清朝に渡っていまして、でこれが清朝のですね、非常に有名な文人に認められて、政党すなわち盛んな党と書くわけですが、中国の詩文でも一番盛んだった時代に匹敵すると激賞されています。でこのような白石ですから、大学者であったことは疑いがないんですけれども、じゃあ白石は知的好奇心でそれをやっていたのかというと、そうではありません。新井白石が朱子学者だという話は何度もしているわけですけれども、朱子学者であるにもかかわらず、我々はここでですね、ちょっと不思議な疑問が湧くわけです。というのも、白石の今挙げたジャンルの中にはいわゆる哲学、修養論というものが存在しないんですね。我々儒教、儒学者だというと、普通であればどういう修養をするのかとか、仁とか義とかそういうことの議論をするものだと思いがちなんですけれども、白石に関してはその議論がない。なのに朱子学者である、なんでだと、こうなるわけですけれども、白石に言わせれば基本的に朱子学で修養の仕方というのは説かれている。また世界の秩序である理とかなんとかっていうような話ももう朱子学でされている。だったら自分があえてそれをする必要はないんですね。分かっているんだったらその修養をすればいいだけの話であって、また改めてそれを語る必要を白石は感じていなかった。ではどこで実践していたのかというと、まさにこれらの著作だったわけです。こうした著作っていうのは、新井白石が知的好奇心で、
探求していったものではなくてですね、彼がその時々の仕事をする際に必要に迫られて調査し、ノートを取ってそれをまとめて自分なりの意見を付け加えていったら自然とできていったというものがこれらの著作群なわけです。ということはそれだけ大量の仕事を荒井白石はやったというわけなんですね。つまり白石にしてみれば、自分が徳川家宣の側近としてさまざまな政治上の事柄に当たらなければいけない、その時にいい加減な仕事をするわけにはいかないから、さまざまなことを調査し、そして整理し、ノートを取り、で自分なりにまとめて、で制作にグレードアップしていったという作業をしていく中でできていった書物たち、これが白石の学問あるいは修養の成果であって、まさにこここそがですね、朱子学者としての実践なわけです。じゃあ朱子学をやっていって道徳的に生きることとこうした仕事の実践はどうリンクするのかということ、これをちょっと考えてみたいと思います。我々が自分自身を道徳的に生きるとかちゃんとするって言った時に、具体的にどの場面でちゃんとするかっていうと、日常生活を生きていく中で、あるいは仕事をする中で、さまざまやらなくてはいけないことがあります。で、人間というのはどうしても情の生き物ですから、そういうのが面倒くさいなとか、あるいはちょっと手を抜こうかなとか、あるいは自分が分かったつもりになっていい加減にやったりとかですね、いうようなことをすることによって仕事はおかしくなっていく。逆を言えば、そういった仕事がきちんとできているということは、それだけ自分の情というものをうまくコントロールできているわけです。で、仕事というのは大抵ですね、段取りがあります。まずはじめにこの仕事は何のために何を達成したいのかということを見た上で、全体的な日程であるとか作業工程っていうのを割り出して、で、あとは目的とする仕事がどの期限までにできるのかということさえ分かれば、そこから逆算してスケジュールを決めていく。で、あとはそれを淡々と実行する。これが基本的な仕事の取り組み方になるわけですよね。しかしながら、その期限を守ることができなくなっちゃうのは、どうしてもそれをサボったりであるとか、あるいは目的を見失ってですね、余計な仕事を増やしたり、あるいはやるべきことをやらなかったりということが重なっていくうちに、スケジュールがぐちゃぐちゃに乱れていって、最終的に期限を満たすことができない。で、その余計な仕事を増やすっていうのは、まあ様々なパターンがありますが、自分はこの仕事を理解しているとおごってしまったり、あるいは自分が気を利かせたつもりで余計な仕事を勝手に増やしているからおかしくなるわけなんですよ。ということは、まさに仕事の仕方や成果にそのままその人の根性というか心が現れてるわけですよね。ということは、裏を返せば、荒井白石という人はどの仕事についても完璧にスケジュールを段取りを組んでですね、それを達成していったということは、彼自身がその仕事を通じて完璧に情をコントロールしていたということを表すわけですから、きちんとした膨大な仕事ができたということは、それだけ彼が収容ができていたということに他ならないわけであって、まさに朱子学者の面目躍如というわけです。まあ、こうして考えてみると、後に明治時代になってですね、西洋のさまざまな学問が入ってきた時に、それらを咀嚼する作業をした大部分の人たちが朱子学的教養を備えていたということは、荒井白石がその走りであったとも考えることができますし、また同時にですね、我々すぐに儒教だの道徳だのというと偉そうなことを言ってですね、仕事が全然できないとか、あるいはですね、まあ、そうしたような議論ばかりしていて、全く締め切りを守れない、段取りが組めない、あるいは何かすれば愚痴を言うというようなことを言っておきながら、表ではですね、道徳とか思想の話をうんぬんするなんていうのがいかにうさんくさいかということがわかります。まあ、そうしたことについて痛烈なですね、批判を行動によってしてしまっているのが荒井白石ですから、当時から白石に対して批判的であった人たちが心情的に彼を嫌っていたというのも理解できるのではないでしょうか。まあ、以上、荒井白石についてのお話でした。来週は室鳩巣について話したいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。